こっちあるか？ない。そこいるよね。はい、行け。いない。あ、捕まされた。分かってたじゃないか。お前は死ね。さすがにあの倒すの時間かかりすぎなんで、もうちょっと早く死んでくれませんかね。やった、危ねえ。せめてね、この針が複数当たった時は3倍ダメージとかでもいいんじゃないかと。あれ、あ、いけた。うわ、上から来るぞ、いろいろと。ん、終わり。ガン。あんな反動できるわけないやん。今のは反応できんだろう。わー、ゲージが使われた。すべて乗るまでさ、来るかどうかわかんないのも怖いな。この下がまだか。あっ、体力使わされた。これ持ってるよね。一個じゃ足りねえよ。入るか。帰ろっか。ここから左に行ってみよう。これ右やな。おお、よよよ、ないな、うん、あれ、奥にボスでもあるのかと思ったらなかった。ルート間違ってね。全然わかんねえや。これも取り方わかんないしな。よし、オッケー。これ2個目だよね、まだ。あ、3個来た。地図解放。ん？なぜ？お金が足りない。どうやって貯めよう。結構厳しいね。これはやっぱ上に行く手段ないな。
徒歩で帰ってきちゃって、もうこの奥ボスっぽかったんだけどな、帰ってきちゃった。あれ帰れない、やっぱきっとボスがいるんだよ、見つけなきゃ。ずっとこいつ、こっか。でも2だからな、挑戦もらえるんだ。2だよね、やっぱもらえんの。もうちょっともらえてもいいんちゃう？これ掘ったっけ？掘ってるな。上に行く手段はなし。なし。探索系はこう詰まった時が一番困るんだけど、あっあと3匹倒せば一応どうにかなるけど、なんでちょうど足場で飛んねん。あれ大丈夫だ、よくわかんねえ。まああと3匹倒せば、3匹おるんかな、ノアール。あの上は行く手段ないよ。どう？あ、なんか増えた。ちょっと地図を買おう。わかんない。めんどくさいな。やっぱマップ開くボタンが今俺仕事してないっぽいわ。あれは近距離攻撃だそうですね。ゾウさんすげえ。ゾウさん強すぎ。いけたか。いけた。なんか丸押してもね、マップが出ないのがこれちょっと気になってるんだけど、どうしよう。
三角が現状使い道がないんで、ちょっと設定をマップを三角に、あ、丸以外にもあった、こっちか、ゾウ、ヘビ、ヘビ消費するから使っちゃダメじゃない。中いる。ガーかな。何ですか、あなた。私は我が輩は猫である。私は帰らなきゃいけないんです。あの人のところに。ぱっと見ガーに見えるんだけど。けどあの人は気づいてくれるのでしょうか。私ずいぶんと姿が変わってしまったもの。いいえ、きっと気づいてくれるに違いありませんわ。だって私は愛されているのだもの。きっとまたよしよししてくれるはず。よす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 。私が悪いに違いないんです。お耳が痛いのは、私があの人の言いつけをちゃんと聞けなかったから。耳ってるし、眉が動かせなくなったのは、私が地面をうるさくタンタンするのがやめられなかったから。うさぎ。お目々が見えなくなったのは、私が目をそらしてしまったから。全部私は悪いに違いないんです。あの人はこんないけないこの私にいつもよしよししてくれるんです。全部私への愛情表現だと思うんです。あの人はきっと私を待ってくれているに違いないんです。だからこれはあの人と私の愛の試練に違いないんです。ドン引き。何が言いたいんですか、あなた。あの人の愛が間違ってるって言いたいんですか。私のあの人への愛が間違ってるって言いたいんですか。そうだよ。何ですか、何なんですか、あなた。私はあの人のところに帰るんです。私はあの人に愛されているに違いないんです。私の愛の試練の邪魔をしないでよ。アリス。期間はこのデザの攻撃。攻撃するよりもね。そろそろやろ。あれまだ。1しかもらえない。欲しいな。ハゲロウで消費させられたらいつ終わるか分かんないよ。使ってみる。結構な威力ね。段階目は普通に倒すか。これ強いな。あっ、かわされた。一段階目終了。
2回目はスタンプかましたい。長いのよこれ。倒そうが明らかに楽なんだけどね。ちょっと肉球スタンプをかましてみたいんで。あかんね、ちゃんと逃げもせんと。あれ回避しきれん。でジャンプでかわしてもいいかもね。2回目以降はもらえないんでジャンプでかわしたらいいね。1回のこの技中でもらえるの1回だけだから。よし決めるぜ。ほらよフィニッシュ。お、200月中、うさぎ、獣人石うさぎ。ダッシュ系のスタミナ消費量が減少する。これなんか似たような、あれ今一つ気づいたんだけど、これゲージそれぞれ別なんだ。つまりウサギともっと戦うってことだよね。今一個しかないもんね。で全然ここのね、あの左下の、あの希望ゲージがなんか全然足りない。しかも両方でね共有されてるんでね。地図作ったけど分かんないんだけどあ、全然違う、そういうことか。まあとにかく2つ目。さあどこまでやらせてくれるのかな。回収回収解放。あ、2つまでだった。結構探索させてくれたね。はい、ということでね、2月12日までの体験版配信なので、おそらく間に合わないかと思いますが、間に合うんであればプレイしてみてはいかがでしょうか。ということでね、最近だとこういう探索系のゲームはメトロイドドレッドをプレイしたんですが、なんだかんだで一番難しいモード以外のサムスは結構強いんだけど、それに比べるとこの子はやっぱ普通の猫なんで脆すぎるね。まあ死ねば死ぬほど全然普通じゃなくなっていくんだけど、今回は一番死んでも4回だったんだけど、7回ぐらい行くとね、猫が二足歩行に立ち上がって、あのコンボとかできるようになるし、あの一撃死じゃなくて体力制になるんで、割とどうにでもなるんだけど、まあ、可能な限り食らわずにね、敵のボスの攻撃も全部回避してスタンプでちょっと倒したいっていうところがあるんで、まあ、今回はちょっとその二足歩行を見せれなかったで見ましょうか。せっかくなんで見ましょうかそうだよね、せっかくだから。猫は猫は
まとめて飛ばせるスキップはないね。せっかくなんでね、ちょっと2本足になって立つ猫をお見せしようかと思います。そうで、ちゃちゃと死にまーす。やっぱね、ちょっとコロナ禍になってね、猫カフェとかその辺系に全く行けなかったのもあるんで、たまにはちょっと猫をめでたいなぁと。死にまーす。7、7、8回死にます。ね、しかどんどん猫じゃなくなっていくから。にゃん、まだ猫。あ、そうか。ま、猫はそ。今何来た？今日もしそしたら。魚来た今。遠距離攻撃。シャッコだ。これあの有名なシャコパンチは音速を超えて空気圧で相手を気絶させるってやつだ。まさかのね、猫が猫パンチじゃなくシャコパンチを覚えるとは。次はトラ、これはまあまあさっき手に入れたんでスルーしましょう。3個おーっと8かな。スズメバチ R1 遠距離攻撃弱っ。クソみたいな威力だ。四コン死死。近くからの死角連続攻撃。結構そういう意味では新しいよね。だいたいこういうのってさ、探索系のゲームって主人公が強いってことが多いんだけど、こんなに儚いっていうのは大王何か。ここそろそろ立ち上がるか。連打チワワ。チワワ。あ、記憶が。はい、ということでこの辺から人型になって、人の魂あるいは豪華、通常プレイではここまで来なかったので、ここまで来るとね、もう人型へと変身したクオ、これまで得た力はより強力になる、冥界で生き延びること、より特化した途中倒したボスたちみたいになっちゃったって感じだね。ただの猫であることと引き換えに得たもの、果たしてクオンにとってこれはクリアしたタイミングで猫の状態でエンディング変わりそうな感じだよね。ということで、はい、アクションゲームになりました。ね、猫のままであり続けたいと狙うのならばね、連打してみてもいいんじゃないですかと。ということで、もう体力制になったんで特殊もない。あれスルーができなくなってる。ということで
体力があるぞ、これ。抹殺。といった感じで、ね、死ねば死ぬほど強くなります。これでまだ7なんで、9個まで命あんだったかな。だからまだあと2回死ねんのか。もう1回かな。9個目死ぬとさすがに終わりの可能性もあるんで、まあ、あと1回か2回死ねます。キババカ、震えちゃう。ゲージもマックスだしね。たださっきのね、あの飼い主の記憶も薄れてきてるんで、クオン、もしもどん私可能な限り猫のまま進めるのが、ほら記憶が、あ、戻ってきた、猫に戻れたにゃーんということでね、こんな感じで死ねば死ぬほど強くなるんだけど、いかにして死なないように進めるのかっていうのがね、重要なゲームなんで、ね、クコンのクオということでね、製品版の発売が5月の24だったかな。スチーム版見たらそんな感じだったんでね、発売日を楽しみにしましょう、ね、それでは体験版、ね、もしスチーム持っていて間に合うんであればぜひお試しくださいといったところでね、クオンのクコンの体験版これで終了です。それでは製品版でお会いしましょう。